魔獣戦線は、石川県による日本の漫画。本校では、続編、新説魔獣戦線、同名の OVA や、テレビアニメ作品、魔獣戦線ザ・アポカリプスも扱う。地球内部に掘られた巨大な、砂時計。何千年も流れ続けている、それは、偉大なる、神が目覚める時を測るものだった。週刊少年アクションの1975年9月8日。 創刊号から1976年9月20日、休刊号まで連載された。生物学者の父親を持つ、少年、ライトメカン,シンイ一は、ある日父親のライトメカン現像をはじめとした自らを、使徒と称する13人の学者たちにより、新人類を作るためのモルモットとされてしまう。しかし、シンイ一は、その幼さゆえに手術に耐えられず、実験は失敗。たちは、 玄像の妻である静江を次の標的とし、鷹、蛇、ライオン、クマなどの動物と融合した、新人間に改造。玄像はすべてを知って起こる新一を始末しようとするも、突如覚醒した静江が暴走。博士の一人であるシャフトが、ニードルガンで静江の頭部を撃ち抜き、直後の落雷により研究所は壊滅。人たちはその場を離れたものの、新一と静江の生死は知れなかった。 そして5年後、予知能力を見せ物にして、生形を立てる、天外指定と祖父の前に、静江の肉体を取り込むことで生き延びた、青年のライトメカン新一が姿を見せた。石川県による、魔獣戦線直接の続編。チャンピオンレッド2002年10月号から2004年8月号に、かけて連載された。魔獣戦線より10年後。 軍神イブ・アダム及び13人の使徒たちにより、荒廃した世界を舞台に、復活した新一が、現像ら13人の使徒やその手先、そして、自転空と呼ばれる存在へと立ち向かう。声優は、OVA、テレビアニメの順。魔獣戦線新説魔獣戦線 OVA、魔獣戦線は、VHS 版が1990年10月1日に、LD 版が同年12月1日に、 それぞれ全3巻同時発売された。なお、LD ボックスのみ特製フィルムブックが特典として封入された。同年10月13日から26日までテアトル池袋にて劇場公開もされた。2002年2月22日には DVD 魔獣戦線コンプリートコレクションが端巻きで発売された。 少年アクションの休館によって未完に終わった原作を保管しながら、OVA 版独自の結末を提示している。第1部魔獣、来たる、第2部引き裂かれた翼第3部永遠なる炎2003年2月23日から、同年5月18日まで、ATX で毎週日曜日17時30分18時に放送された。全13話。DVD は、 全7巻で発売された魔獣戦線の数年後を描く作刊補ありがとうございます。